今日、日本赤十字社佐賀県支部を訪れたのは佐賀市の松尾建設です。熊本県などを襲った豪雨の被災者を支援しようと義援金200万円の目録を手渡しました。昨年度も佐賀の方で水害がございまして、そして今年はまた熊本大分と大変な被害が出ているところでございます。私どもも何かできないかということで考えまして、今回寄付をさせていただくような形となりました。日本赤十字社佐賀県支部は医師や看護師など合わせて15人の医療救護班を熊本県に派遣し、医療施設や避難所などで支援活動に当たったということです。今日送られた義援金は各市町を通じて熊本県などの被災者に送られます。また県内の被災者に向けた義援金は今日から振込や窓口での受付を始めたということです。